熊柳は黒梅もどきかの鶴聖落葉低木。別名、黒金かずらとも呼ばれる。冬は葉を落とし、黒黒とした幹や鶴が熊を連想するところから、熊柳の名がつくが、柳とは別の種の植物である。北海道南部以南から本州、四国、九州まで分布し、丘陵地、山地の雑木林の縁、川沿いの土手、湿地に多く生育する。地方によって、 熊封ジ、トンズラ、熊小鶴などとも呼ばれる。ツセイの植物で、薪方向は、右から左薪に伸び、硬い枝を、周囲の他の木の枝などに絡みつきながら勢いよく、上に伸びて、柳のように被さって垂れ下がる。茎は若い時は緑色をしており、成長して、太くなると、次第に黒っぽくなり、直径数センチメートルほどにもなる。葉は五生し、 卵形から長大円型で、前円、右状の葉脈が目立ち、側脈は7から8水ほど平行する。葉芯は5センチメートル前後あり、表面は光沢があり、裏面は甲を吹いたように白みがある。若い枝につく葉は大きく細長い形をしており、二年枝につく葉は丸みを帯びる。葉平は1センチメートル前後で、薄く赤色を帯びる。秋になると紅葉し、落葉して、 冬を越す。若い葉は食用にもなる。夏、7から8月にかけて、枝先や溶液から、相乗過剰を出し、目立たない緑白色の3ミリメートルほどの小さく後、弁の花を多数咲かせる。花弁のように見えるものは、学辺で、超三角形で先端が尖り、5個のおしべを包む。花弁はわずかに開き、学辺よりも短く、役は花弁よりも上に出る。 果実は長さ6ミリメートル前後の楕円形の角果で緑から翌年7月頃に熟して次第に赤になりその後は黒く変色する果実が熟す頃に新たな花が咲くので花と果実を同時に見ることができる熟した果実は鳥類の餌となる果実は甘みがあり生殖もできるが果実種の材料にすることが多い 鶴は粘りがあり固く強靭なことから雪靴の滑り止めのじ器などの材料に用いられた。昔は鶴で馬の鞭や牛の花輪を作った。漢方薬として栄養を乾燥させたものを煎じ服用して用いられる。比較的穏やかな利尿作用があり、慢性的な膀胱炎、尿路結石の予防、腰痛に良いと言われる。また、腱意やリウマチにも効能があるとされる。 中国には、クマヤナギの仲間の大前頭がある。また、次のような変種あるいはフォームがあり、東アジア一帯に分布する。クマヤナギ属は、ツル聖、または、ヒツル聖の木元で、20種ほどが、アジア、アフリカ、南北アメリカに分布する。日本には他にヒメクマヤナギビーリニータ、ホナガクマヤナギビーロンナッチモザ、ミヤマクマヤナギビーポーセフローラ、 薄枠ナギ BOB などがある。ありがとうございます。